般都会ですね。やっぱりこう中国のいろんな街の中でも一番都会な場所に来るんだぞっていうのがね、やっぱりもともと思ってたことかなと思いますね。キラキラ、ルーチャーツェイのあの風景とか、あとなんかアフタヌーンティーとか、綺麗なお姉さんしかいない。僕は日本に行く前の上海の印象は、上海は古くてボロボロな街。見せてください。一つ目は、大陸の人はみんな心が広いと思って中国に来たので、これは1985年の時の初めて来る時の印象です。バーン熱心ですね。やっぱりすごい元気な人が多いし、エネルギッシュな人が多くて、でそういう情熱があるから巻き込んでもらえたおかげで、うん、中国人の友達が初めてできた街でもあるので、うん、熱心で書きましたね。うん、僕はもう日本から帰ってきて、日本に行ってから自分の、まあ、ふるさとの上海との関係を見直して、逆になんかね、魅力的なことを発見しました。だからもうその時にもまあ帰ったら上海は堀がある。よー、ウェイタオ。暮らしてみて、人と交流したりとかして、肌とか匂いとかで感じる上海がいっぱいあったから、ウェイタオかなと思いました。そんないいの言われたって言った。私もしかして、うん、違う。あ、いいじゃん、絶対いいですよそれ。やだ、負けた。はい、家ですね。上海はすごいその前から好きでしたけど、長く住む場所とは思ってなかったんですけど、結果的に夫がこっちで暮らすことになって、家族が全員大阪から引き上げて上海に暮らすことになりました。うん、ここがもう今の私にとっては家で、大阪は私のふるさとではありますけど、やっぱり家は上海なんだろうなっていう、ね。素晴らしい。在不同年代来到上海的他们，尤其是八十年代就来过的杨子，究竟和上海有着怎样的回忆呢？现在是一个交通发达、人口流动激烈的时代。一个人为什么要生活在那块土地，一定有着很深层的理由。大家好久不见，我是就在上海的日本侨华社雨山坊。雨山坊曾是我住第240集、241集的主人公，他以上海为主题创作了许多插画相关作品，从上海的一个老弄堂搬到了另一个老弄堂，每天和上海的大爷大妈们，还有捡来的猫咪纸子，其乐融融地生活在一起。皆さんこんにちは、家へようこです。燕阳子自1985年以来多次往返上海旅游，并在旅途中结识了上海人男友，后来结婚生子。这30年来，她一直见证着老上海的变迁，至今还在不断发掘上海的魅力。Hello， 大家好，我叫才子阿雅国です。大家好，我是才子。住在上海七年的日本人，这次我来做我住的主持人。加藤才子从我住主人公演变为我住主持人。去年随着家人一起搬迁回国，这次是特意为了节目拍摄回到上海。曾以上海街头漫步探店为主题，创作了一系列视频，走遍了上海的大街小巷。こんにちは、はじめまして。
格里洞です。格里洞，上海土著。2002年去日本留学五年回国后，对家乡上海有了更深的感受，开始致力于收集各种上海老物件，以及带队做 City Work， 向外国人介绍老上海。今天节目组借用了他的私人工作室进行拍摄。この場所自体がすごくね、上海愛かなっていうのを思いながらおるんですけど。だからこっち置いてるのは普通のほとんどあの上海の日常生活なら実際使ったものとか、例えばあの後ろの魔法瓶、熱水瓶、すべて上海の字と上海の風景の絵が入ってるやつとか、あとたくさんは漢字と関係ありますね。例えばあそこの天井普通話とか、あの部屋のナンバーとか、それは当時は美工とかそういう美術関係の人を手でやるんですね。だからそのトナツチでも字はバラつきが大きい。で皆さんのその上海愛をね代表するような今日はグッズを持ってきていただきましたので、ちょっと見せていただこうかなと思います。私の住んでるラオファンズの1階は100年前ぐらいの、タイルが敷き詰められていて、私はそのタイルの模様を自分のイラストで描いて、シールにしてみました。これを組み合わせると一つのディバンになる。後ろは本物があるからね、実物。テーブルの上はね4枚があった。すごい、すごいというようなラオファンズグッズを作ったりとかしてみました。然后他是イラスト嘛，那我的话还是视频。でちょっとジェットして20日でチャイチェンされますっていうタイミングに私行ったんですよ。今天没有羊肉烧吗？没有哎，没有了。我们走了，他们就拆迁就改建。所以你要搬出去了？对。啊，是大概是什么时候？还有二十天。ここの肉屋さんのおばさんがすごいハッピーな顔してる。終于轮到我们可以搬到其他地方了，可以拿比较大的钱。他没有跟我这样说，但是他的表情就告诉我，嘛拆迁这些件事可能是每个城市都有吧，但是对找上海这个地方来说的话，我自己觉得很可惜，但是还是当地人的生活想法还是和我们的不太一样。私が85年に初めて旅に来た時に町で豚まん、パオズをロウパオを買おうと思ってお店屋さんのその列に行列に並んだことがあったんです。その時私は中国語はもちろん英語もほとんど喋れなくって、旅の会話の本のところにお買い物のセンテンスとかが載ってますよね。それを一生懸命見ながら、ライガって言って一生懸命練習しながら、ライガで、順番が来たら指を指してライガと言ったら、おじさんがペラペラペラって喋る。でおじさんがこうチケットを一つ見せてくれて、つまりはこれ持ってるかって聞いてきたんですね。ないで見ようってしたら、あっち行けって言って、で後で分かったのがリアンピャオと呼ばれるチケットがないと買い物ができなかった。これってじゃあご家庭にこう配給的な感じで毎月っていう形なのか、買うんですか？人分配ってもらう。あ、じゃあ毎月とか。から80年代に中国に来る日本人っていうのはなんかどういう考えですか？そういう変態ですね。
80年代は日本はバブルの絶頂期で、当時の高校生や大学生がアメリカに1週間短期留学してきましたっていうだけで、もうみんな天狗鼻高々で、ね、すごい誰々さんはアメリカに留学できるんだ、お金持ちだねとかっていう、そういう時代に中国に行ってきます。はで、陽子さんはその時なんで上海に来ることに決めましたか？最初に中国に決めたのは、そもそも中学生の時に私はさだまさしさんがすごく好き で彼がすごい借金を背負って作った長江という有名な映画作品があるんですけど、でそのビデオテープを見たことが一つと、それから高校生の時に日本の NHK の番組で見た中国の農村の人たちの笑顔、あの笑顔が見てみたい、でも実は農村に行ってないんですけど笑顔が見てみたいと思って中国を選びました。そうですね。最後的问题是大家为什么一直住在上海？嗯，まあ、一つは上海生まれた、一つはチャンス。僕にとってはチャンスは上海の方が多い。それもまあチャンスがある町だから、もうあちこちの人は集まって、だからもう上海のもっと良くなった。だからこれですね。まだストーリーが続いてるからかっちょいね。なんか毎日いろんなこと起きて、毎日漫画になりそうなことが起きるから、それちゃんと全部漫画にとか演奏してないし、あ、もうこれクライマックスで終わりだっていうのがまだ全然来ないからいます。ちなみに前の理由は何でしたか？自分がここにいる理由を作っています。上海絵日記もイラストを描くのが好きっていうのがあって、上海で初めてこういうものを描きたいっていうのが生まれたし、文化を伝えたりとかみんなに紹介したいっていうようなこともしてもらえるような活動をいっぱいしていきたいと思います。まだまだあれから2年ぐらい経つけど、はい、全然飽きないお街です。すごいですね。はい、私のは使命です、いやずっと私はなんで上海に住んでるんだろうって考えた時期があるんですけども、そもそも上海に来てみたいと思ってきて、それが面白くて何度も旅行に来て、だけど上海人と結婚するつもりはさらさらなかった。大阪に住むって約束だったのに、結果的に上海に住むことになって、でなんでかなってずっと考えながら生活してて、で一方で私の夫の出身の場所っていうのは、その昔日本人がたくさん住んでいた共同疎開のエリアで、彼自身は日本人を意識してないけども、彼自身もまた日本に関わる何かがあって、なおかつ彼の幼なじみで仲の良かった友達のおばあちゃんが、中国残留婦人、日本人女性だったっていう歴史もあって、とにかく日本と中国のに関する悲しいその歴史の時代に関わる物語がたくさん私たちの周りにあって、少なからず私たちの間に日本と中国っていうのが単に日本人と中国人が結婚したっていうことだけではなくって、それを考えた時に私が上海にいる理由は、本当に普通の日本人のおばちゃんが上海で暮らしてる中で見た、その上海で見た日本の何かっていうものを日本の人たちに普通の目線で伝えること、それが私の使命なんじゃないかなと、でも全然です。やっぱり上海って移り変わりが早いから、おしゃれなものがあって飽きなくて、なんかそういうものを追ってて楽しいって、トレンドな街っていうところでしか私は見てなくて、だけどもやっぱりその土地に根付いて、そこのご出身生まれで、でも何十年も住んできてっていう人は、やっぱり我々というか私のような新進上海人っていう人間では到底追いつかないような経験と
思いとね、たくさん詰まってる街なんだなっていうことをすごく感じて、だからあれですね、やっぱりその写本集とかね、インスタとかでね、おしゃれな店も楽しい、見るのも楽しいけど、だけどやっぱりあのシティウォークとかでね、シェアされているこうすごくね、歴史が詰まったコンテンツみたいなものをやっぱりどこかの場面で触れるっていうのは私もすごく楽しかったんでね、なんか皆さん参加される機会あるといいなっていうふうに個人的に思ったところであります。お疲れ様でした。ありがとうございました。シャツ再见再见。日本で一番有名なガイドブックの86年の中国版です。この時のこの地球の歩き方って、当時その自由旅行ができなかった中国に行ったバックパッカーの人たちがから集めた投稿を元に作られている本なんです。もう一度中国で、仕事の、チャンスがあったら、でその時は中国の都市で、どの町を一番選びたい？海鲜才叫产色的话，现在有可能会选。这是唐代的，对不对？还有这是丸子饭啊，我喜欢。天哪，丸子饭你不说我都忘了。大学とかも専門店。中国古典文学。なるほど。怪不得。ビデオ面接した時に、もう終わってから。一回落としたんですけど、学歴にちょっとあったかもしれないですから、日本一の大学の一つですね。みんな知ってる？